こいつはまるで地獄みたいな。強力なグリードの気配もかなり感じるわ。やれやれ、最後の柱だけあって相当手強そうだね。うん、でも腹をくくるしかないよ。本番前の最後のリハーサル、気を引き締めていきましょう。おお。かなり苦しいですね。今までの迷宮の中でもダントツで手強いんじゃねえか。やっぱりグリードの力が相当強まっているようですね。森宮氏が完全な異界に近づきつつある証拠なのかも。この気配は気をつけて。こいつら落とし子の時の地竜2体に炎と霊の精霊。ちょっとサービスすぎじゃない？この戦力だと無理ゲーっぽいんだけど。気合を入れろや。この声は潮先輩、佐伯先生、それにいよいよ見せ場だな。特攻隊長魂、今こそ見せてやる。うらー。僕と聞くわけないじゃん。いえ、聞いています。くらえや。霊木を削った木刀と性別された銃弾。なんか無茶苦茶なんですけど。待たせたな。このまま一気に片付けるぞ。ああ、やったなんとか切り抜けられましたね。助かったぜ、潮先輩、五郎先生も。たく。おっとと。なんとかここまで踏ん張ってきたようじゃねえか。上出来だぜ、時坂。潮先輩。まったく。あのタイミングで登場って、あざとくネバンを狙いすぎじゃないの？わっ！お前もよくやった。ちゃんと肝心なところで男を見せたみてえだな。まあもう、そういうノリは趣味じゃないんだってば。高畑先輩らしいというか。やっぱり親分肌なんだ。ええ、特に後輩さんへの面倒見はすごくいいんですよ。こら北斗、いい人っぽく語るんじゃねえ。潮さんも相変わらずその人に弱いんだな。まあそんじょそこらの男じゃ太刀打ちできねえだろう。しかしまさかあんたたちまで来てくれるとは。一体どういう成り行きなんだ。ああ、俺は入ってた鑑別所が化け物の襲撃に遭っちまってな。ヤバかったところ潮さんたちに助けられたんだ。ちなみに秋が持ってる木刀は太蔵爺さんが提供したもんだ。察しの通り霊木を削ったもんで、ブレイズ全員に渡してある。獲物が効くんだったら化け物なんざ目じゃないっすよ。で、
俺は高畑とこっちの先生に声をかけられてな、この森宮で化け物どもと戦う戦力を整えてたってわけだ。高羽組とは改めて同盟を結ばせてもらった。性別された銃弾の在庫があったから、それと引き換えにな。ま、そちらのガトリング砲は国防軍の提供じゃないが。どこから持ってきたか、野暮なことは一個なしだぜ。なんと言いますか、さすがにガチムチすぎでしょ。でも一気に頼もしい戦力が増えたというか。ええ、この状況を打開できる光明が見えてきたかもしれません。そうですね。ですが今はとりあえず柱を片付けてしまいましょう。ああ、一応宗介氏や北斗会長からも話を聞いている。そのために火星に駆けつけたようなものだからな。ま、せっかくこうして XRC が揃ったんだ、再会祝いにとっとと柱を停止させてやるとしようぜ。話が早くて助かります。ああ、二人がいてくれたら百人力だぜ。よし、だったらこの先はお前さんたちに任せた。こっちはブレイズの小僧どもと近辺の雑魚どもを一掃しておこう。塩さん、お前らもしっかりな。ああ、任せてくれ。お前らこそ遅れを取るんじゃねえぞ。さて、こちらにはまだ余裕がある。先導は俺たちに任せてもらおう。残り半分、このまま一気に落としてやるとしようぜ。ああ、やっぱり出やがったな。柱の守護者、かなりの力を蓄えている。これまでの2体と同じとは思わない方がいいでしょう。正念場だ、腹をくくるぞ。お前ら制圧を開始する。行くぞ XRC。 あ、コンビネーション。了解だ。凍えなさい。ターキングシュート。シュート。そこ。シュート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 。あとは頼む。アイシクル。ノーマン。今よ。やった。頼みます。援護する。
クリミナルスラッシュ。もしかしてコウ君たちが守備よく言ったようじゃの。やれやれだね。これで塔への道が開けたはずですが、でもなんだろう、嫌な気配を感じたような。ええ、膨大で無数の力が現れたような感覚。多分塔方面からだわ。そいつは、改めて状況を確認する必要がありそうだな。とりあえず一旦俺も学園に立ち寄らせてもらおう。お前たちも戻るんだろ。ええ、そのつもりっす。なら秋や後藤の旦那にも声をかけといた方が良さそうだな。妙に眠いっつーか。って時間的にはもう夜なんだっけか。たく、空があんなだと感覚が狂うっつーか。リョウタ、チズル、どうした、中に入ってろよ。差し入れよ。差し入れ、ずっと見張りをしてるんだもん。昼だってあんなに無茶したんだし。こんくらい無茶でもなんでもねえさ。あいつらも頑張ってんだ。こんくらいは男を見せねえとな。
漆黒の天使の軍勢、結界が解けたってのにこんなものが現れるとはな。巨塔に備わっていた第二の防衛システムでしょう。まるで侵入者を徹底的に拒絶しているかのようね。全方位に隙間なく展開して穴はありません。視点士クラスも数十体確認できています。あんなのが数十体も。私の時だってあれだけ手こずったのに。突破できる可能性は限りなく低そうだね。せっかくみんなが頑張って結界を解除したのに。確かに厳しいかもしれねえ。だが道が閉ざされても何としてもこじ開ければいい。俺たちはいつだってそうしてきたはずだ。先輩、コウ君。ああ、諦めんのはまだ早いぜ。後藤さんやアキたちにだって協力を取り付けてるわけだからな。国防軍、特戦部隊イージスも全面的に協力させてもらうつもりだ。なんとか成功率は上げられるだろう。無論、ゾディアックの部隊も全力でサポートさせていただきます。うん、まさしくこの地に集う総力を結集できるはずだ。必ずや諸君を党に送り届ける。そのために一致団結するとしよう。おじい様、京花さん心強いです。だったら僕も手伝わせてもらうよ。ジュン、動いて大丈夫なのか。ああ、だいぶ回復したから明日には戦線復帰できるだろう。それにいつまでもノーノーと休んではいられない。オルデンの騎士として、何よりコウたちの友人としてね。小日向君。たく、頼もしすぎるだろう。なんだかやれそうな気がしてきました。確かに連携次第で戦力は何倍にもできるか。うんうん、スピカだってそうだし。結界が消えた今こそが唯一無二の機会かもしれません。確かにここが正念場でしょう。ええ、こうしている間にも第二の最悪は近づいています。できれば明日中に何とか決着をつけるべきかと。とにかくこれが正真正銘最後の試練だ。みんなで考えてみようぜ、森宮を救うための道ってやつを。一応行動の方に仮眠所が作られたんだったか。作戦決行は明日。俺も早めに休んだ方がいいか。そういえば他の連中は何をしてるんだろうな。適当に回って話しかけてみるか。コウ君、何か忘れ物でもした？いや、そういうわけじゃねえけどさ、明日の作戦の詰め任せちまって悪いな。ううん、大丈夫だよ。さっきの話し合いで大部分はまとまっているし、あとは細かい部分を詰めれば明日の朝には話ができるかな。そっか、ならいいんだけどさでもちょっとだけ疲れちゃったかな。アイスココアを入れるけど、ゴー君もよかったらどう？ああ、せっかくだしいただくぜ。甘っ。よくこんなの飲めるな頭を使う作業の時はたまに入れてるんだ。
疲れた脳に糖分は大切なエネルギーだから。やれやれ、顎が外れるかと思ったぜ。問わねえは味覚も子供だよな。味覚もって、別にブラックコーヒーだって飲めるもん。まあミルクと砂糖が多めの方が好みだけど。まあでもおかげでなんとなくホッとしたかな。俺の頭の中もいろいろとこんがらがっちまってたし。コウ君、私ね、コウ君、ずっと考えてたことがあるの。コウ君たちと肩を並べて一緒に戦うことができたらって。そうしたらもっとそばで見守ってあげられたのにって。ああ、正直それは言っても仕方ないことだけど、でも仕方ないからって簡単に割り切れるものでもなくて、だからせめてこの場所だけは私が照らしておこうと思うんだ。コウ君たちがどんなに傷ついても帰ってこられるように。とはね、コウ君が何に迷っているかは私にはわからない。だけどどうか怖がらずに前に進んでね。私も XRC の顧問として、みんなの一員として、コウ君が答えを出せるように精一杯応援してるから。前にか。ごめんね、こんなことしか言ってあげられなくて。いとことしてお姉ちゃんとして情けないけど。いや十分さ、ありがとな。とはね、とはねえがどれだけ不安な気持ちでいつも待ってくれてるか俺たちも分かっているつもりだ。そういう気持ちを抑え込んで明るく振る舞って送り出してくれて、今までもどれだけ救われたかわからないくらいだ。コウ君、明日はまたどでかい心配をかけちまうことになると思う。それでも絶対にトワネーの元に戻ってくるって約束する。だから待っててくれよな。この歌は。ああ、コウ君、悪い邪魔しちまったな。別に邪魔だなんて思わないけど、でも君、私が一人で歌ってる時によく現れるわよね。さては最初から追っかけしてくれてたとか。偶然だ偶然。しかし相変わらずいい歌だよな。ウィッシュウィングか。君たちのおかげで私の一番大好きな曲になったわ。この曲を口ずさんでいると一人じゃないって気になるのよね。そうか。そういや他のスピカメンバーは巻き込まれてはいないんだよな。うん、それは大丈夫。みんな自宅は森宮じゃないし、タワーでのイベントもなかったから、むしろ安心っていうか。頑張らなくちゃね。もう一度みんなと会うためにもスピカの歌で世界中の人たちを元気にする。私たちはそう誓ったから。相変わらずのスポコンっつうか。そうだな、俺も信じて頑張らねえと。おい、ごめんね。私君に何もしてあげられてない。本当は私の歌で勇気をあげたいけど、しおりのことだって。そんなことねえよ。これでも感謝してるんだぜ。お前と知り合ったおかげで今まで興味なかったアイドルのこともだんだん分かって、陰で頑張ってるお前の姿にどれくらい勇気づけられたかわからねえからな。コウ君、
昼間だってちゃんとしろって真正面から劇を飛ばしてくれただろ。そんな風にいつも通りの久我山リオンでいてくれよ。俺をファンにしたのはそういうお前だったんだからな。そうね、ちょっと私らしくなかったかも。自分にできることなんて私が一番分かってたはずなのに。続き歌ってもいいかな。今度はコウ君、君のために歌ってあげたいんだ。ありがとうよ。今日一番の歌声で頼むぜ。時坂くん、生徒会室へようこそ。眠れませんか？そういうわけじゃ。美月先輩は何してるんすか？京香さんからの市内の調査報告書に目を通しているんです。さっきのミーティングで作戦概要は大方決まりましたが、予定通りに行くとは限りません。あらゆる状況を想定して万全を期して臨む必要がありそうですから。なるほど、確かにそうかもしれませんね。さすがは美月先輩っつうか。今日は堅苦しい話はこれくらいにしましょうか。そろそろ一区切りつきそうですし、一緒にお茶でもいかがですか？美味しいっすね。爽やかなレモンの香りがするのに酸味もほとんどなくて。レモンバームの買い置きがあってよかったです。心を落ち着ける効能がありますから、今の状況にはぴったりでしょう。すみません先輩、日頃からいろいろと気遣ってもらっちまって。そんな、困った時はお互い様です。私の方こそ皆さんの存在にいつも支えられているんですよ。特に時坂くんにはどうしてか普段言わないような弱音まで聞いてもらうことが多いですし、だから今日は私の番ですね。え？時坂くんには本当に感謝しているんです。それぞれの立場やしがらみを超えて人は支え合うことができる、それを私に教えてくれましたから。美月先輩、私では力不足かもしれません。でもそっと寄り添ってそばで支えてあげるくらいはできると思っています。ゾディアックの立場以前にこの学園の生徒会長として、何よりも北斗美月個人として私を支えてくれた時坂くんのできる限りの力になりたい、そう思うんです。恩に着るっす先輩。なんとか自分自身で答えを出してみせます。だからもう少しだけ見守ってもらってていいっすか。俺がそこへまっすぐにたどり着けるように。わかりました。時坂くんなら大丈夫。きっと最善の道を導けると信じていますから。お茶の続きにしましょう。好きなだけゆっくりして明日の英気を養ってくださいね。そうさせてもらいます。
おやすみなさい、時坂くん。しおり。あいつは昔から気づいたらいつも俺のそばにいてくれていた。異界に関わるようになってからもそれだけは変わらなくて、あいつが近くにいるのは当たり前だと思ってた。それがどれだけかけがえのない大切な時間だったか考えもせずに。あの時あいつのそばにいてやってたら、あの時何らかの予兆に気づけてたら、あの時なんでこんな記憶を。こうちゃん、しおり、一体どこからいるのかよ。おい、幻聴、もしかして手紙か。こうちゃんへ。こうして手紙を書くのなんて久しぶりだね。突然ごめんね。なんだか急に書きたくなったの。渡すつもりはないから、変なことを書いちゃってても許してね。こうちゃんは小さい頃からずっと私のそばにいてくれたよね。家も学校もどこへ行くにも一緒で、困っていたらすぐに駆けつけてくれて、今までもそしてこれからもこうちゃんとずっとずっと一緒に、そうだったらいいなって思ってた。時々なんでかすごく不安になるんだ。それは絶対に叶わないことなんじゃないかって。おかしいよね、誰に言われたわけでもないんだけど。でもね、こうちゃん、たとえそうだったとしても、私がこうちゃんを大好きなことだけは絶対変わらないと思うんだ。たとえ離れ離れになっても、たとえ生まれ変わったとしても、たとえ世界がなくなっちゃっても、私は絶対にこうちゃんを好きでいる。それだけは自信を持って言えるよ。だってそれは当たり前のことだもんね。もしこうちゃんがこの手紙を読むことがあったら、これだけは覚えていてね。私はいつでもこうちゃんと一緒にいるから、何が起きても私の真ん中には絶対にそれがあるから。手紙はこれでおしまい。また明日、いい日になるといいね。しおりより。しおり、どうしてこんな手紙を。まるでこうなることが最初から分かってたみてえに。だけどありがとな、しおり。俺もお前と同じだ。それだけは絶対に違えねえから。俺は自分で思ってた以上にあいつに救われていたんだ。
どんな時でも変わらなかった。幼なじみのいつも通りの笑顔に。だったら何が何でもお前を取り戻してやるだけだ。待っていてくれ、しおり。みんな眠そうだな。いろいろあったし疲れてんだろ。俺もそろそろ。いや、なんか妙に目が冴えてるな。今日だけでもいろいろあったし相当疲れてるはずだが、どうしてちっとも眠くならないんだ。少し風に当たるか。しおり、君の幼なじみのこと、確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの？何もできなかったんだ。あの時の僕には何も。なんだよこの夢は。休まないと明日に障りがあるわよ。ああ、分かってるさ。夜って感じじゃねえからなんとなく眠れなくってな。意外と繊細なのね、なんて言いつつ私も似たようなものだけど。そっか。パンドラ、最悪の箱か。つくづくとんでもない代物だぜ。見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるし。ヒイラギは今までここまでの事件を担当したことがあんのか？ううん、さすがに初めてね。正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわ。ってベテランだったらこんな事件も解決できるのかよ。まあさすがに簡単には難しいでしょうね。その意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれない。思いの強さか。ヒイラギは聞かないんだな。ええ、それはあなた自身が解決することでしょうから。まあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし、本来なら事件を解決するためにあなたの無意識への強制スキャンをかけてもいいのだけど。お前が言うと全然冗談に聞こえないんだが。もちろん冗談よ。催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく、人の心の奥底はその人にしか本当にはわからないものだから。それでもそのスキャンっての試した方がいいんじゃねえか。
どうも俺はビビってるみたいだからな。自分の中にあるはずの答えを見つけるの。時坂君、バカか。俺はただの泣き言じゃねえか。どこまで柊木に甘えるつもりだ。桜の散りかけだったかしら。私と時坂君が本当の意味で出会ったのは。え？どんなに遠ざけてもしぶとく諦めず付きまとって。素人の仲間までノリでどんどん集めてきて、今までネメシスで培ってきたスタイルを完全に崩されて。あのガード下で出会ったのは正直失敗だったと思っていた。それはなんつうかすまん。悪気はなかったんだが。でも今はそれでよかったと思ってる。それまでの私は頑なで、本当の意味で一人前とは言えなかった。だけどこの森宮の異変に関わって凝り固まった自分が一度ほどけて、そうして私は本当の意味で私として成長することができた。 XRC のみんなと時坂君、あなたがいてくれたからよ。時坂君の問題も同じ。それはあなた自身が解決することだわ。でもこれだけは忘れないで。私は、ううん、私たちはいつも見守っている。空ちゃんに篠宮君も、美月さんに高畑先輩、リオンさんに十和先生も、そして伊吹君に小日向君に、きっとしおりさんも、あなたがあなただけの答えを見つけるのを見守っているから。柊木、やっと分かったぜ。俺は目が冴えて眠れなかったんじゃね。このまま眠るのが、明日が来るのが怖かったんだ。明日が来ちまえば多分全てが明らかになる。それがどうしようもなく怖かったんだ。時坂君。だが明けない夜なんてないんだよな。前に進むための勇気はみんなとお前がくれた。ありがとう柊木、おかげで今夜はなんとか眠れそうだ。どういたしまして。時坂君、明日は時坂君か。知り合ってから3ヶ月、ちょっと他人行儀だったかしら。言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうか。なんなら今から下の名前で呼んでもいいか。ええ、私も同性相手ならファーストネームで呼んでるし。そんじゃアスカ、これでいいか。ええ、コーク。あら別に呼び捨てで構わねえぜ。そうね、こう。ちょっと待って。まさか恥ずかしがってんのか。そうみたい。ステーツにいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど、日本語で男の子相手だとその勝
手が違うというか。ちょっと笑いすぎよ。たく、さすがに反則っつうか。ま、呼び方なんか今更どうだっていいだろう。俺も今まで通りにしとくか。ううん、せっかくだし呼び捨てでいいわ。その悪くない感じだし。え、なんでもない。全ては明日、頼りにしてるわ、時坂くん。ああ、俺もだ、アスカ。